小木さん、小木さん。お疲れ様です。あ、違う。何ですか。金プロジェクト。お待たせー。呼んでないですけど。あれ。なんですか。どうしたんですか。いやいやいや、そのなんかいつもと僕違うとこないかなと思いまして。いつもと僕違う。冬なのに T シャツ。いや違いますよ。これじゃないですか。見てくださいよ。サクじゃないですか。すげえかっこいいですよねこれ。まあかっこいいですかね。いっぱい入りそうですね。いやこれがいっぱい入るだけじゃないんですよ。え、なんですか。これなんと椅子になるんですよ。嘘だ、椅子はないでしょ。なるんですって。これがね、しかもすごく簡単にすごく簡単にパパンパパパンパンパン。すごいな。すごい座り心地良くないんじゃないですかこれ。ふかふかですから。そうですか。悪くない。そうですか。悪くない。いいですよね。すごい。いやいいですよね。いいですよね。あ、これは使えますね。いやー、僕もこれね、初めても調べてみた時もすごいいいなと思って。いいですよね。やりますよね。そうですよね。どうですか。え、早くしてくださいよ。何ですか。え、だってほら、これそのためのこれでしょ。背負えってことですか。待って、これそのためのこれでしょ。何言ってんだよジャイアン。早くやれよスネを。ごめん、スネを早くやれよ。もうしょうがないなジャイアンはこれだから。いや、けどできるな本当に。いいぞスネを。いいよ。よし。なんかまずい音がしたぞ今。おい、いい加減にしろよスネを。ちゃんと持ってよ。いい加減にしろよ、こんなんポンコツ持ってきやがってよ。ちょっともう無理だ。どんなにやっても無理だよ。ここからここに乗ればほら座れる。いやいやいや、そんなジャイアンの超デブなんて体重を支えきれないわ。せーの。うわあ、ぶっこれた、ぶっこれた。いや、お前、これがそんなもん持ってくるからな。いいのね。みんなはこんな真似しちゃダメだよ。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしたよ。この動画が面白いと思った方は登録してくださるかしら。よろしく。